奄美大島ですと鹿児島県の本土から南におよそ380キロぐらい、険しい山々が海まで迫り、複雑に入り組んだリアス海岸が独特な地形を作っています。この奄美大島にはそのまるでジャングルのような湿潤な森が広がっています。豊かな熱帯の照葉樹林とか絶滅危惧種、固有種など希少種を育んでいる島になります。実際に森に入るとすごい、とてもこう、なんていうんですかね、賑やかなんですね。鳥の声とかその生き物の気配がすごくこう満ち満ちているというのを、足を運んで時間をかけて撮影することで改めて気づかされたという気はしています。なかなかそのクロウサギ夜行性でその警戒心が強いということで、その地元の30年以上そのクロウサギを撮影している写真家の浜田太さんという方にご協力いただきました。奄美のクロウサギというのはその見た目がその普通のウサギとは違ってまして、こうちょっとあまりスマートではないといいますか、黒い毛に覆われていて、手足もこうずんぐりむっくりしてがっしりしていて、耳も短いですが、これがそもそもウサギの原始の姿を残したものだと言われてまして、そういう点からも奄美のクロウサギは生きた化石と言われています。結構長く今回お見せしている映像がそのクロウサギの子育ての映像なんですが、巣穴に設置した無人カメラで撮れた映像で、母ウサギが子供のウサギに授乳をする、お乳を与える様子という、その映像は本当に貴重なものですし、そのぜひ視聴者の方にもご覧いただければと思います。その貴重な動植物はたくさんありますし、簡単に取れたものは何一つないんですけれども、ルリカケスという瑠璃色をした美しい鳥がいるんですけれども、この鳥は、木のその巣穴にしている木の裏を見つけまして、そこで、親鳥とヒナ、親鳥がヒナに餌を与える姿なんかも撮影できておりますし、あとはもうその名の通り、アマミイシカワガエルというアマミにしか生息してないカエルは、その緑色の体にこう金色の点々、金色の雫をちりばめたような姿がとても印象的で、日本一美しいと言われているカエルなども撮影しております。徳之島は奄美大島からさらに南にありまして、リアス海岸の奄美大島とはまた違う、こう奇岩とか断崖などが多い島です。断崖絶壁の岬やいろんな形、面白い形の岩だったり、が点在しているんですが、それは全て石灰岩が浸食されてできたものです。徳之島は石灰岩の大地に取り囲まれるようにしてできている島で、その島の中心部が山岳地帯になっています。で、世界遺産のエリアはその山岳地帯になりまして、深い森に奄美大島と同じように希少な生き物たちが生息している島です。水中鍾乳洞は本当にその もちろんその徳之島にある鍾乳洞なんですが、石灰岩の島ならでは鍾乳洞が、島にはいくつかあるらしいんですけれども、今回撮影したのはその数年前に水中探検家の方が、調査に入ったという鍾乳洞で、中潜水してみたら、日本で最大級ではないかと言われる、奥までずっとつながって広がっている鍾乳洞です。映像の中ではその様々な形の鍾乳石とか、その神秘的な風景もご覧いただけるかと思います。
撮影通じて私たち自身も、同じ日本でありながら本土とは違う植生とか得意な生態、ユニークな生態系とか、あとダイナミックな景観など、その奄美沖縄 その自然の懐の深さをすごく感じました。で、視聴者の方にもこんなところが日本にあったんだというふうに驚いていただけるのではないかと思います。例えばそのドローンで撮影したその迫力ある、山や森とか渓谷、そういう中に生きるさまざまな生き物たちの姿、命をつなげ、深い森の中で命をつなげていく親と子の姿みたいなものもじっくりご覧いただければと思います。